ドキドキハラハラの音楽が日本に5月に行きますから期待しててください。ぜひ皆さんこの素晴らしい体験をしにいらしてください。今日は音楽会に行く。またロシア音楽の魅力を私もできるだけ自分なりに伝えることができたらと思っております。東京のフォルジュルネ熱狂の日の音楽祭でお会いできるのを楽しみにしてます。アビュントありがとうございました。